はい、どうも皆さん、こんにちは。そろばん式暗算が子供の運動を鍛える。はい、こう先生ととしこ先生のそろばんチャンネルです。はい、まあ、どこから撮ってるかっていうと、まあ、それはちょっと置いといてですね。まあ、今日の話はですね、大人ですね。大人なんですけど、大人の方が最近ちょっと入ってくださって、すごく頑張ってると。ね。で、これいつからやっぱりね、物事って始めても、まあ、大丈夫だよっていうお話なんですけれども、まあ、大人がね、確かに子供の中に混じってやるっていうのは結構大変かもしれないんですけど、まあ、その方本当によく頑張っていて、まあ、体験をした後にね、結構遠いところから通われてるんですけれども、その後ね、毎日練習しますって言って、毎日ね、2時間練習するんですね。で、もう1日2日でもう、どんどん上手になって、まあ、子供たちも、大人の方いらっしゃいますねって、大人の方いるね、みたいな、話はしてるんですけど、まあとにかく一生懸命やってると。で、やっぱり今、まあ生涯学習というかね、人生100年の時代と言われていて、まあライフシフトというね、本もありますよね。で、その中で、まあいつから学ぶ、で、何を学ぶっていうのでも、まあ何でもいいとは思うんですけれども、そこで何か学んで、また誰かに還元して、いつからやっても、まあ、そろばんは大丈夫。ね。当然、なんていうのかな。まあ、昨日実は僕、テニスをちょっとやってて。で、テニスとかっていうのは、まあ、別に何歳からでも習えると思うんですけど、例えばじゃあ、40、50、60ぐらいから、じゃあ、テニスを本格的に始めようって、まあ、難しいじゃないですか。だけど、そろばんっていうのは、まあ、比較的、やっぱりまあ、うちの母親自体も50ぐらいから始めてますし、まあ、僕は実は親両方ともそろばんってできないんですね。なんですけど、まあ、弟はできますけどね。弟と一緒に今、そろばんのチャンネルやってるのでね。で、まあ、なんていうのかな、何歳から始めても、ある程度のところまでは達すると。で、うちのね、アバカスタジオっていう、まあ、塾やってますけれども、アバカスタジオのね、そのスタッフ、オイラー先生っていうね、先生もいまして、オイラー先生っていうスタッフの先生も、大人になってからそろばんを始めてるんですね。で、そろばんの、大人になってから始めてはいるんですけれども、まあ、もうきちんと段位までね、今練習をしていたりというところでね、段まで行けたら、まあ、大人になってから始めて、まあ、すごいじゃないですか。まあ、子供の頃の方がね、まあ、子供から始めるのと、大人から始めるのっていうのは、まあ、何が大きく違うかっていうことを、まあ、ちょっとお話をすると、簡単に言うと、これは子供は答えを知らない。ね、例えば 5+9。まあ、もちろん、高学年になれば分かりますけど、5+9という計算があったら、まあ、幼稚園の子とかっていうのは、この指の動かし方っていうのを先生が教えてあげないと、あとね、5は、5に、まず9足せないから、じゃあここ何取って10になりますとかね、それから1取りますよね。じゃあここ1取るから、まあ、ここに5があるからね。1はじゃあまず4取ってね、5取って4を釣りだよね。それから後で10になるね、みたいなことを、まあ、一個ずつ子供たちには説明をするのですが、もう大人は答えを知っちゃってるので、まあ、そこがある意味、違う部分。で、違う部分なんですけど、まあ、その大人の方にもね、僕がよく言うのは、もうとにかく指のこの動き、ね、この形をしっかりイメージしながら、まあ、その番でも計算していくと、暗算もできるようになると。で、大人の方でもやっぱり暗算っていうところが、やっぱり、できた方が当然ね、プラスにはなりますし、もちろんその番ができるのもいいんですけれども、まあ、その番だけじゃなくて暗算もできることによって、本当にまあ僕がね、本で書いたように、まあ、集中力、情報処理能力だけじゃなくて、その直感力とか、それから、ね、全体を見る力、まあ、感覚的な、なんだ、直感力っていうんですかね。そういったことが、左脳も右脳も両方とも使えていくっていうことがね、ありますからね。ぜひ、大人の方でもね、まあ、うちのそろばん教室では別に、年齢制限特にない、特にないんですけど、今まで実はちょっと大人の方を受け入れるのをちょっと避けていた部分がありますと。で、それはなんで避けているかっていうと、子供たちの中に混じって、で、大人がやるっていうことが、大人の方にとってですよ。僕は別にいいんですけど、大人の方にとってなんか嫌なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、で、まあね、新しく今回来てくださった方は、全然別に普通に、子供が、隣にいる中でもね、ヨガをすごく集中してやってますし、あ、この方すごいなっていうふうに、僕が本当にいろいろ学ぶことがね、日々多くてですね。だからやっぱり老若男女、誰でも本当にそろばんができるというのはね、本当すごいことですし、まあ、子供とのそこで交流がね、これから生まれても面白いのかなと。うん、思いますね。で、そろばんをじゃあ習われてる方はどうするかっていうと、もうおじいちゃんおばあちゃんとか昔そろばんやってたとか、まあお母さんお父さんそろばんやってたとか、ね、そういう風になってくると、まあそろばんが一緒にやっぱりコミュニケーションのツール、会話のツールにはなっていきますし、
ただ、昔の問題と、例えば今の問題とか違ったりするので、じゃあその1級のレベルってどうなんだろうとかね、今じゃあ8級やってるけれども、その8級、一緒に、昔の問題集、ちょっともしあったらですけどね、まあ、それ比べてみてとかね、まあ、どんなレベルが違ってるんだろうね、どんなレベルでね、物事が動いてるのかと、まあ、もちろん実は今の試験っていうのは、昔に比べて、その場の試験っていうのは簡単にはなっていますけれども、でも、まあ、だから、まあ、簡単になってるからこそ、まあ、最低でも段位は取ってねと。で、昔の1級っていうのはね、昔の1級のレベルっていうのは伝票算もありましたし、例えば、まあ、なんていうかな、今、日照の検定って、伝票算はもうすでにないんですけどもね、掛け算、割り算、見取り算、それから伝票算、そして暗算まであったはずなんですよね。で、まあ、そんなところで、こんだけないんだったら、やっぱり段までやらなきゃいけないので、段までやっても伝票算というのは、二章の検定、二種連の検定というのはないので、じゃあ全種連も受けてみればとかね。まあ、そんな感じで、だからいろいろできた方がいいよねっていうので、まあ、バカスタジオでは、まあ、そろばんやってるのであれば、いろんな種目をね、本当に取り組んでみた方が、やっぱりいいよねっていうことで、まあ、いろんな種目を用意しているわけですけれどもね。まあ、それを大人の方にもね、ぜひいろいろやっぱりやっていただいて、まあ、最初はね、そろばんの、やっぱ基礎を進んでいったりとかね、まあ、暗算もちょこちょこやっていきながら、まあ、ちょっとどこまでね、上達するかっていうのを、ね、僕楽しみにね、また授業をしていきたいかなというふうに思っています。はい。なのでね、まあ、いろいろな問い合わせフォームはね、ホームページから、ありますので、まあ、バカスタジオでね、まあ、検索していただくか、まあ、別に全然バカスタジオじゃなくてもね、近くのそろばん教室で、こんな教室ありますかみたいな。みたいなこともね、僕も時々聞かれたりするので、まあ、答えられる範囲でね、そんなところは答えていきたいと思いますけれども、まあ、ソロバン塾の先生であればね、まあ、大人の方もね、たまには受け入れてみてもいいのではないかなと。まあ、大人の専用のクラスを作るのもいいんですけどね、専用のクラスを作るのもいいんですけど、まあ、僕は大人の専用クラスより、やっぱり普段の、授業っていうか、まあ、そこですね、子供も大人も交じながら、やってる授業の方が、なんか面白いっていうか、なんかいろいろ、世代の差があればあるほど、なんていうか、子供たちも引き締まったりするんですよね、練習の時にね。うん、だからそれすごくいい効果だなと思ってるので、わざと一緒に、授業しています。ということでね、それが正しいかやね、悪いかわかりません。それはやってみなきゃ僕もわからないので、いろんなことにね、また引き続きでもね、12月になってね、皆さん寒いと思いますけれどもね、まあ、僕も寒いのは嫌なのでね、クリスマスカップの英語イメージさんとか多分呼ばないといけないんで、またマスクをしながらね、練習に励んでいきたいと思います。ということでね、皆さんね、またチャンネル登録などね、していただければと思いますので、大人の方もね、そろばんしっかりできますから、ぜひやってみてください。それでは良い一日をお過ごしください。さようなら。